今回の3人です。
恋で飛ぶところに見つけたんですというわけで、ね、2曲目にじゃあお送りする曲はですね、僕はずっともう1年半前か2年ぐらい前に初めて聴いた時からいつか歌いたいなと思っていた曲で、でなんか歌うんだったら今飛ばないんですけど大輝と一緒に歌いたいなってずっと思ってて、で今日ようやく歌えるっていう曲で、まあすごいなんか子供の曲も感謝みたいなの伝えられたらいいかなって、ちょっとなんか伝わってきちゃった何だ。それ面白いです。そう、誰かと思います。じゃあ、大輝に曲紹介してもらっていいですか。清水翔太さんで、花束の代わりにメロディーです。お聴きください。Oh, yeah.